アンコールをご覧の皆さん、こんにちは、古井里穂です。今日はアンコールのインタビューということで、11月22日にリリースの新曲ロアのお話、そして今年の振り返り、あとは今後の展望とかもいろいろお話しさせていただきました。2023年振り返ると、まあ本当激動というか、かなりこう走り抜けたイメージがあるんですけど、リリースもスーパースターとかピンクの髪とかたくさんしましたし、あとフェスですね、はい、フェスにたくさん出ました。サマソニー、ローカルグリーンフェス、南ホイール、その他もろもろたくさんのイベントに出させていただきました。本当に充実した、そしてあっという間だった1年だったなと思います。そしてですね、なんと12月から私のツアーが始まることになりました。初めての全国5大都市ツアーということで、古井里穂ライブ、ツアーということで、チットチャットツアーか、はい、こちらが開催されます。東京は1月14日恵比寿リキッドルームにて行われることになっております。なのでぜひ皆さん、よかったら遊びに来てください。よろしくお願いします。というわけで、古井里穂の2024年はライブからね、1月からもう新年早々スタート、しますが、来年もたくさん曲をリリースして皆さんに出会える年にしたいと思っております。頑張っていい曲作ります。ということで、アンコールのインタビューも、ぜひ読んでみてください。撮り下ろしフォトもたっぷりありますので、よかったらこちらもチェックしてください。ということで、以上、古井里穂でした。ありがとうございました。